でももうそのキャンセルをされた時点で、その事案が発生した時はもう岸辺にするから、狼死んでくるというのもちょっと酷な話だからね。はい。じゃあそれで始めますね。いきます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は霊能者です。まあ、一夜が番いい更け役、まし村た。人だよな。人超狼気にが気をつ楽。けてください。村人だよな。超気が楽だよな。霊能者とか気して。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、皆さんよろしくお願いします。そうですね、まあ、進行の語るとすれば、まあ、例の、もしね、2人でできた時ってのは、釣り切りなんかなとも思うし、まあ、そう言ってる俺が例のかもしれないしね、占い師、三四郎になったら三四郎になったで、占い師釣り切り。まあ、でも単体精査かけようかなと思ってる、この位置が単体精査しかかけられへんからね、しっかりと発言を伸ばしてほしいかなと思ってます。まあ、こう言ってる俺が、なんか、最白市、印象ない、何やってるかわからんとか言ってね、言ってくる人おるけど、まあ、僕目線っていうのは8から6人、3人外しかわからんからね。うん。しっかりね、発言精査っていうのをしていこうかなと思う。LINE とかも見るかも知らんけど、基本団体精査でいこうと思ってるから、よろしくお願いしますっていうところかな。はい、2周目頑張ります。8番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ、霊能は決め打てばいいんじゃないですか。安定進行でしょ？うん。偽を釣って真残せばいいんだよ。うん。2番目とかだったら、霊能と占いの真につけたら勝ちなんだよ。ロラする必要すらないんだよ。うん。みんな不安定進行を取ってんだよ。ロラっていう。でもね、普通の人はその、ロラしちゃうんでしょ？ 7 番もだけど。だったら時間の使い方をちゃんと考えてね。占いとグレーに力を注がないといけない。他の人に村を、あなたの村を伝えるためなんだよ。んで、どうせロラする人がね、霊能精査にすげえ時間かけてて、大事なところを怠ってるんだよね。占いとグレーの精査。発言する前に、もう考えとけばいいじゃん。どっちから釣りたい、どっちを残すって。うん。だってどうせロラするのに、霊能精査にすごい時間かけてるのは、時間の使い方が間違ってる。うん。決め打つ人がものすごい時間かけるべきだよ。うん。本当は、例のセターは決め打ちです。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。霊能者の決め打ち自体の、霊能って結構その人狼ゲームのスキル差で変わってくるから、俺はあんまり決め打ち自体はあんま好きじゃないです。はい。上手い人、だから初日の時点で役職語ってて、偽決め打たれる人ってもう絶対下手くそだから、まあ、そんな人がこの村にいるかどうかわかんないけど、そこまでの心理差つくほどの、場面に出くわすことが少ないと思ってて、うん、偽決め打たれた人が心霊能って結構あるからね。だから、そこに重きを置くよりかは、占いの精査するべきならば、霊能ローラーかけた方がいいと思うんだけど、俺は。って思います。はい。7番さんに関しては、特に印象なかったです。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。あ、よろしくお願いします。まあ、霊能の話でこう来てるんですよね。うん。まあ、その霊能と占い師ってこれ、なんかこう、対抗が出た時って、まあ、占い師、霊能って結構なんていうかな。精査難しいよね。だからその釣り切るっていう気持ちはわかるけども、僕は、八幡さんのその決め打ち進行っていう、うん、そういう進行もありちゃうかと思ってますよ、正直。はい。ぐらいですかね。はい。言えることは。結構自分はまあ、進行論とかではないんですけども、まあ、初日の印象とかね、結構、まあ、引きずるというか、まあ、最終日とかなって、僕が生き残ってたら、そういう、なんていうかな。なんか初日印象良かったら、この人とかいう、考え方はします。はい、以上。
2番のプレイヤーが発言します。あ、いや、9番さんが言った通り、霊能の精査よりも占いの精査の方が大事なわけだから、仮に22番目になって占いにローラーかけて3日目に霊能を決め打ちする進行なんてないわけでしょ。だったら占いの審議に時間割いても絶対いいよ。普通に霊能云々とかちょっとまだ出てねえじゃん、霊能大体そもそもさ。こっから後場面から2人出てきましたとて、精査しっかりつき切れるんだったらいいけれども、それ以上に占いの話に耳傾けたもん、傾けたもん良くないですかって思ってます。だから7番さんはもう2周目、8番さんは安定進行の概念が自分とは違うと思った、9番さんはだからまっと普通のこと言ったのにまっとに見えてしまってる、1番さんはそこまでもうその話を引きずる必要性がないと思ってるぐらい、これぐらいしか言うことないっす。3番のプレイヤーが発言します。まあ今のまあ2番がね、流れをまあちょっとね変えたかなと思うぐらいで、まあ別に、うん、まあ現状ね、今話聞いてまあ黒いなって思う人はいませんね。あの2周目でまあ場面固まるんで、まあその時で釣り値を上げようかなと思います。現段階ではちょっと上げれる人いません。まだ4番さん、5番さん、6番さんとかまだいるんでね、まあしっかり話聞いてね、やろうかなと思ってますよ。はい、うん、もうそれぐらいしかちょっと言うことないですね。はい、現状としては、はい、まあいいんじゃないですか。まあ霊能が一人出ようが、二人出ようが、なった時にじゃあ精査しましょう。以上です。4番のプレイヤーが発言します。西郎です。はい、俺8霊能だと思うよ。で、8霊能だとしても潜伏して。絶対8占わないから。これ部屋村になると思うけど、うん、これね、もういいよ。うん、8は絶対今日釣らんわ。8絶対家の決め打ちって言ってんだよ。あ、絶対役職持ってるから。あのね。で、3、絶対人狼やから。3、うん、2の色見えてるでしょ。俺は2の色が見えてるから、3に、あの占い師でね。西郎。はい。で、霊能も、カリュウとも潜伏してください。俺人狼見つけたるから。はい、狼が困るだけやからね。神一が占い神噛むんですか。はい、いいでしょう。はい、西郎ね、西郎。霊能もカリも、頑張って白くなってくれ。俺8は今日トレイつらんわ。8が霊能だと思うけど、8絶対つらない。8も占わない。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。よろしくお願いします。占い師です。九州です。アハコお願いします。九州です。アハコお願いいたします。ですね、4番さん、その位置で出てくるとどうかなっていうふうに思うんですよね。ワンチャン、平和村を恐れた狂人もあるのかなっていうふうに思うんで、まあ、警戒つか、まだわかんないですね。そこら辺注意して見ていきたいなっていうふうに思います。で、2番さんなんですけれども、2番さんっていうのが1番さんまで引きずる必要ないよって言ってる2番さんがそこまで引きずっちゃってるかなっていうふうに思うんで、まあ、何言ってるのかなっていうふうに思いましたかね。で、そうね。どうだろうな。なんかもう色落ちてないしな。どうでしょうね。うん。まあ、俺、2ぐらいかな、気になったので、3番がまあ2まとめたよねって、まとめたね。まとめたし、引っ張ってんの2番だけどねっていうふうに思ったから、まあ、3もまあ突っ込めないのはどうなのって思いましたけど、別に突っ込まなくても、そんな怪しくなる位置じゃないかなって思うんで、はい、まあ、気になったのは2ぐらいですね。以上。6番。のプレイヤーが発言します。4号だと、4番が出てきたとき4番偽っぽいなと思ったんよ。部屋村になるだろうけどみたいなのがめっちゃあざといなんか人外かなと思って話聞いてたんよね。だって3番に怪しい目線がわからんから、普通にまともなことを言っとったの2番やと思うから3番の精査おかしくないと思う。ただまあ3番が全員黒くないって黒くないって言ったよね、多分ね。足どころないって言った。足どころくいんな、ところころが気になるならいいんけど、自分の白先を評価したことが、サンマの黒要素にはならないと思ってるから、要素の取り方おかしいなと思って、4おかしいかなと思ってんけど、5番か2番は怪しい目線がわからんのやけど、もう、霊能釣り切る釣り切らんって、の話に関して、5番が、そうか、2番が、それなのに2番が釣り切らん方がいいんじゃないか、釣り切った方がいいんじゃないかって言ったから、いや、ちょっとごめん。私自分7番のプレイヤーが発言します。
潜伏九白。はい。9番さんが2人、2番さんが1人って感じか。まあ、6番さんが言ってることが真っ当やなと思ってる。3番さんが潜伏やねんやったら、3番さんからする気があるかな。なんでかって言ったら、9白、あなたもらってるんよ。できてるんよね。あなた目線っていうのは。やったら7、8、1、2に対してもっと触れれるわけやし、2番さんの思考がめっちゃ真っ当やったと思うで。で、なんでかって言ったらさ、1番さんも9番さんも8番さんも、前の人の印象をどう思ったかっていうのを全然言ってへんやん。うん、8番さん言ってたか。まあ、俺に対しての、ね、進行論、いや、釣り切りの方がいいんちゃうんかって。いうのに対して、4番さんが8番さんに対して、あなた霊能者よね。役あるよね。って言ったにかかわらず、5番さんは4、8をどう見たんかな、その時点で。まあ、8番さんが今1人しか霊能、一学してる状態やからさ、うん、4番さんの思考っていうのを真っ当やってんやろうな。真っ当やったのに、に対して5番さんっていうのは4を強なんちゃうかなって置いて、その精査ってだいぶおかしいと思うけど、あと2番さんが、それやったら3番さんの方が違和感めっちゃあるけどね。3番さんって誰一人触れてないんで、周りの人の印象、その位置で。それで占い師、3から1すりたいかな、余裕で。はい。まあ8番さんが占、見たい、占いたいって言うかもしれない。見たい色っていうのを、まあ、これは占い師の精査に入ってくると思うけど、俺は3から行くだろうな。三老五、三がわざわざ老やったら出てこやんやろっていうのを、言いたいんかなと思ってた。三老五強四神。八番のプレイヤーが発言します。うん。四以外でいいんじゃない？三でも五でも勝手にしたらって話。しゃあないじゃん。ただ四番は、その、わざわざ八番が霊能だというのはもう今後やめましょう。実生活でね、推理映画の犯人をね、友達に言いふらすやつがいたらね、その友達答え見てないのに、聞かれるぜ。そういうことよ。ね、手品の種明かしを平気で言うやつ。それって実生活じゃ嫌われるんだよ。22番面作ればいいだけでしょ。俺の太鼓が出た方がいいんだから黙ってればいいんだよ。まあいいんじゃない、もう好きなところでいいんじゃない。自分で頑張って解いていくしかないんじゃない。まあ、3番も3番で、9が白だっていう伏線も張らないんで、いきなり出てきても芯は取れないだろうし、そこは勉強しなきゃいけないだろうし、5番も5番で、どうなんだろうっていう、思われるような考察しかしないんだから。まあでも、まあ、あまりね、8番は霊能だって言わないことね。そういう人間釣り地なんいるからね、俺は。もう、一角霊能だった場合には。ネタバレするやつ嫌いだから。人外行動だから。だから、今後グレーにいた人は黙っててね、8番が霊能でも。だけどまあ4以外でいいんじゃない？いやまあ4位来た方は勝手にすればいいけど、3番が5番でいいんじゃない？しゃあないけど。ただまあ、もちろん3、4この話聞いて僕は評価やるかもしれないけど、好きなとこ行けばいいんじゃない？最後決めるのは君たちだよ。グレーのメンバーが最後決めるんだよ。9番のプレイヤーが発言します。今日は5番を鉄板で釣りたいと思ってます、僕は。5番を、5番時点で4番を強靭で見るっていうのがよくわかんなくて、平和強靭とかもあるかもしれないっていう精査自体がまずおかしいのが一つと、対抗の白滝の2番に固執しすぎかなと思って、5番に関しては。結構ね、考察の仕方、ロジックの立て方が5番が強靭っぽい、かなり。この霊能者の、色を見たいから狂人じゃなくて狼釣りに行こうよっていうよりかは偽っぽい占い師を初日の段階で落としときたいから5番を釣りたいと思ってる。6番のね、4番への見方っていうのは割と俺もそう思ってたんだけど、結構8番さんも言ってたんだけど、8番が霊能っていうことをあんまり言わなくてもいいと思ってるんだよね、ぶっちゃけて言うと。まあ4番の話し方自体はなんか狂人っぽくはなかったんだよ。5番がね、結構気になってて。で、例えば4番がね、狼だった時っていうのが、2番に白を打ってて、8番を霊能で見てるわけだから、7番と1番との相方っていうのがちょっと考えづらいんだよね。8番を霊能で見てて、2番に白を打って、4番が狼の時で相方が1か7に置くと、グレランで相方が処刑される可能性があるから、4番狼の時は2番の囲いは結構濃厚だと思った方がいい。2番の発言自体は別に黒くなかったです。全く黒くなかった。盤面、最初の進行論自体、結構僕と似てるところもあったし、黒くはないんだけど、4が狼の時は2のセット濃いとは思ってます。はい。って感じ。で、グレーに関してはあんまり、
あ、6番には共感できました。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。まあでも、あれじゃないですか。あの3番さん3人目でできてるし、残しといたらって思いますけど。そうですね。9が5が強靭っぽいっていうのは自分も思ってましたけどね。ここから行ったらいいんじゃないですか、普通に。もしこれ3番さん、何番さんやったっけ、7番さん3番さん行く言うて3番さん白やった時どうするんですか。もう自動的に7番疑いますけどね、僕そのこんな感じになったら。確かに3番さんって言ったら1周目布石もせずに、あの印象もあの電車に全然またくれずやったけど、その2周目聞いてからじゃない？ 2 周目変やったら俺も行くけど、うん、まだわからんってところですかね、自分目線。はい。うん、3は基本つらんすね。はい。うん、誰か追加してくれましたけど。はい。3のスケール聞いてからじゃないですか、普通に。うん。って感じかな。あの4番さんは、あのなんていうか、その印象的に言ったら新っぽいねんけど、あのわざわざ8番さんに、あの霊能師やろとか、そんな言わんでいいと思うから。と思うで、俺はもうとりあえず5は偽やと思ってる、とりあえず。5から釣ります。2番のプレイヤーが発言します。3番さんが2周目に出てきたから1日目残すっていう思考がわからん。って思ってる。6番さんの3、4、5への精査がもう普通スケールが。奈良マスも言ってることおかしくなく、9番さんは2人から城もらってるけれども、そこまでおかしいことは言ってないけれども、ワンチャン6人の評価集には走ってるかなっていう向きはあるけど、圧倒的に1番さんの話がおかしいと思ってるかな。3番さんが潜伏していて1周目に9の城持ってるんであれば、黒い人いないではなく、9が白いことを村に伏線を張るべきだと思ってるのは8番さんの一角霊能の言う通りだと思っており、5番が自分に怪しみを向ける視点っていうのは、単体精査をした上で2番に引っかかりを覚えている5番さんの思考ではなく、5番が4番の城先である俺に怪しみを向けたい思考にしか見えておらず、だからこそ3番狼の5番狂人、4番神、相方1番かなって、もうそこまでスケールが至っているんだ。この村で再精査をかかるのって3つった場合に3白結果だった時でしょ。そこの懸念だけすればいいんじゃないでしょうか。どのみちその場合って3、4、5釣り切りになるわけだから。現状1番さんのスケールが一番納得がいっていません、自分は。明確に6番さんの1周目のスケールは全然おかしくなく、それに続いた7番さんのスケールも違和感が入ってきています。9番さんは5と3の白先っていうのもあるんですけれども、6と2の評価石を若干知る向きがあるかなと思ったけれども、相対的に一番飲み込めなかったのは1番さんの話。3番のプレイヤーが発言します。そもそも9への伏線張れって言うけど、いやいやいや、俺が1周目の時点で9白いですねなんて透けてんじゃん。言うわけねえじゃん、普通に。俺わかる、人外から白もらうためにわざとあれやってんだから。言うわけないじゃん。俺があの段階で一周目で、ああ、じゃあこのグレーの中で言ったら9番さん白いですね、なんて言ったら透けてんじゃん、ジンが。俺やる意味ねえじゃん。そんなこと言ったらお前ら絶対言うだろ。もうそこまで出てこいよってなるだろ。2番もちょっと2周目微妙だったな。6番聞いてた？だって5が死んで、4が強で、俺が狼っておかしくない？それ7番も言ってんだけど。で、どういう路線で取ってんの？で、その要素は？いや、ちょっとわからんなと思った。7番もじゃあ5番のどこで新要素取ったの？俺がなんか3番目でか、狼はないとか言って、狼とかって何が言いたいのと思って。狂人じゃないとかっていう言い方じゃないの？ 3 番は、3人目に出てきたんで、狂人ではなく狼ですとかって言うんだったらわかるけど、なんか、7番とかなんかよくわかんねえわ。2番が7と目線があったけど、5のどこが新要素あったのって思うんだけど、現状。俺視点5番教授4狼かなと思ってんで、まあ俺4行きますよ。4で黒出ると思うんで。はい。っていう感じですね。グレーで言うと現状72がちょっと気になるかなっていうところかな。スケール的にね。まあ8番ちゃんもね、
すかされるの嫌なんでしょ？だったら今日ムラリない4番さんに行きましょうよ。ね。はい、4。4番のプレイヤーが発言します。ムラリない4番だよ。3番人狼でしかないでしょ。ご狂人。うん。これ Q で囲いで打ってるかどうかわからんけどさ、これってさ、Q から降格しろかどうかわからんけど、5番が狂人で Q が黒だとしてかかったとしたら、どっち釣ったとしても9番ってさ、結構ムラ目になっちゃうんだよね。意味わかるかな？白弾きしたとして、俺がね、9番を白弾きしたとしたら、俺は3、1だと思うけど、なんか1番さんは濁してたからね、めちゃくちゃ3を釣りたくないみたいな感じで。で、5を釣ったとしても、俺、狂人だと思うんだ。普通に、締めを取りに来た3番がローだと思うよ。普通に。俺を釣り用していいでしょ。どう考えても俺死んでしかないから、8番さん潜伏してよ、マジで。まあいいよ、出てきちゃったからもう。うん。もういい。うん。精査入れない。うん。いいよ。3番ロー、5強。9は、人狼殺の間違ってる。かな1番。考えてみろ。3-0 場面で出ない例のいたらみんなどう思う？イライラするんだろ。俺ぐらいだって9構ってこうあるんだよね。だから、占い師は言いません。いうか、そもそも、俺の場合はもうすかす、わかるようにやってるから。現状5の発言。俺が霊能って思って噛まれるから。ここは狂人だと思ってるから。でも、騎士が俺がマジで霊能と思わないで守ってなかったら終わるだろ。バリバリ取りに来たね。はい。俺が出ないと、3-0 場面で出ないとね。俺が苦労して2が苦労するって絶対ないです。はい、100%。潜伏しなきゃならないってダメだ。潜伏しなくていいでしょ。3、ロー、5強。うん、絶対5は死んでない。1つの色を残落とせばいいだけ。村がパニクルから。騎士が上がったら2つの色が落とせるだけ。3たった一つの色でいいんでしょ。ね、5番のプレイヤーが発言します。3番もね、それじゃあ多分釣られるわ。なんでこんな俺に攻めで見られてん の、 話す順番が多分悪かったんやと思うんだけど、2番のこと俺黒いなんて言ってないと思うんだけど、2番気になってるよっていう発言にとどめたと思うんだけどな。2番の発言って1番の発言引きず、1番に引きずるなって言うんだったら2番もその発言引きずんなよっていうふうに言ったと思うんだけどな。5番釣られる人だったら、いろいろ迷うけどね。そんな俺に、話す順番が悪かっただけだと思うんだけどね。伏線張らなきゃダメだ。じゃあ、4番狂人、俺3番人狼。わかりやすくやらないとダメだ。5番狂人、3番ローだと思うんだったら、普通に3番から行けばいい。うん。で、1番がさ、3番目に出た、3番さんは残します。何言ってんの？思いましたけどね。うん。あ、その理論で言うんだったら、一回すらしてもう一回出直しやこようかなって思いました。同じんだったらどうしようね。何言ってんだろうなって思ったな。3番も。適当すぎて。その点2番って1番に、一番ちゃんと引っかかれてるのはね、まあ、一番良かったかなっていうふうに思ってますね。色結果が見せるけど。ただ、6、7にそこまで黒さ見てないので、1、2のどっちかかなって思ってますけどね。思ってますよ。うん。何が俺そんなに攻めなんやろう。話す順番だろうなと思いました。まあ、4進だと思うでしょみんな。4進だと思うでしょ。じゃあ3行こうぜ。3行ったらさ、うん、多分クロスできる。4で黒ね。4番、普通に危機感感じた巨人だと思ったんだけどね。普通に率直に。まあだから言いましたけどね。はい、3番行きましょうね。以上。6番のプレイヤーが発言します。なんか難しいなと思うよ。もうなんかこれ、何なんやろかな。4番が偽っぽく感じるのは何なんあの喋り方。8番出ないと欲しかったなって、いや、4番めっちゃ透かしとったやんと思って、意味がわからんこと言っとると思うんやけど、4番って。わからんわ、4番が。4番がなんか偽臭い、臭い。もう本当に偽臭いとしか。わからないけど。真面目に言葉を捉えちゃうと。で、3番に至っては2番の発言をねじ曲げてるでしょ。8番をレノだって言ってる人が。どっから隠れてくださいっていうのは。2番っていうのは5番のこと狂人を期してるわけやから。でも3番の理論から言うと、2番が5番のことを死んだ死んだって言ってるような発言に、3番発言をねじ曲げとるから。3でも4でも5でもいいよ、もう。3番の新名ないなと思っとるけどね。いや私もね、考察しながら、いや5番が言ったスケールって2番に、私は2番がね、まともに思えたんよ。でも5番が言ってたのを自分の中で考察して反芻してるときに、あ、そういえば2番っていうのは、もうその霊能の話はいいやんって言ったけど、結局2番も霊能の釣り切り釣り切らんって話をしとったなって自分で発言しながら気になったから、そこを5番は気になっとったんかって思ったから、そこまで5番が偽っぽいと思わんかった。よね、発言しながら、あ、そういうことかって自分ではって気がついたから、でも2周目の2番は普通なんじゃないかな。2番目線はそう見えるよね。5番が自分に黒塗りしたい狂人に見えるかなと思ってると思ってるし、比較的、まあでも3番の芯は切れるよね。
あれはもう完全な日常やから。だから1番が3を置きたいっていうのは分からんわ。全プレイヤーの発言が終了しました。まあ、これから投票に移ります。なんでいいんじゃね。勝手にしろ。その疑いには村は勝手に決めれば、自分たちの判断だ。俺は投票外すから。村が勝手に悩めばいいんだから。3番が悪いのはね、自分勝手のプレイをしている。分かりやすくプレイをしないとダメだっていう意味ではいいんじゃない？もう止められないから、サンズリーは。あの理由では。の遺言を発表してください。プレイを見つめ直さないとダメだ。乱白なんだから黒は打たれないんだよ、絶対に。これどうなってんの？ちょっと待って。あれ、え ?8 は1に行ってんの？っていう。まあいいや、騎士もう守って、8番を確実に、俺白しか出ないから、あとはもうみんなで話し合ってやってください。俺もう残すことねえわ。はっきり言って。はい。あ、じゃあ頑張ってください。もう喋ることないんでね。はい。もうロラして、はい。あとは適当にやってください。はい。俺ももうわかんないんで、占いがもうできないんでね。はい。じゃあ、グレラン大会頑張ってください。自己中心的なプレイをする人たちのせいで村は負けるんだって言ってるの。人狼に気をつけてください。黒を打たれたかったから適当にやりました。白を打たれたかったから適当にやりましたじゃないんで、ちゃんとやれよ。わかるようにやれよ。この人が占い師だったんだなっていう、ちゃんとストーリーとかを作らないと、普通の人にわかるわけないだろうっていう。超上級者のための、その動きをしても、ダメだろ。昨夜追放された者は、だから3番が釣られるんだよ。狼に利用されるんだから。勉強したら狂人なのかもしれないし。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。まあ、騎士がそう決めたらそれでいいじゃない。8番、9番のプレイヤーが発言します。騎士が4か5に芯がいると思ったらそのゲームしたら。霊能。マジけ。騎士がそういう。これもわからんくね。騎士が決めたんだろ。1白、1白、うん。騎士が決めたんだから。7番が3番のあまりの芯のなさに、だから。いや、結構重要だと思うよ、3番の色は。4番か5番の4番おったんでしょ。いいんじゃない、騎士がそう決めたんだから。あのね、結構6番が悪いんだよ、あまりにも。共感することが多いんだよね、4番の。理由は一応あるけど、霊能者白もらいの下りね。占い師で白もらう意味全然ねえだろ。4番の全部させるんだったら絶対8番の霊能者。何もねえだろ、白もらう意味は。発言でね、うん、うん、なんかね、理解したいんだよね、4番さんの間違いじゃない、行動発言が。かなり白ね、もらうってまず意味わかんないじゃん、まず。占い師で白もらう意味ってなんかあんの？まあでも、うん、どうなんだろう。相手が1番が結局5番に入れてるから、有利になる。1番が狼の時大加算3番番になるんかな。だから4号が1白っていうことは1番白気になるんかな。まあ、わざわざ3番で固まってる状況で1番が3番を救いに行って4号から白出されるっていうのがちょっとあれだから。これでいいよ。2番オオカミとかマジでないかな。結構ある気がするんだけど、俺。1番白オキして、7番変わるでしょ。2オオカミ全然ある気がするんだけど。1番。まあ、真の可能性があるけど、3番のプレイがダメなんだよ。いや、なんで、なんで守ってへんの？ 3 番に、3番は分からなきゃいけない。なんで守ってへんの、マジで。3番のやろうとするプレイは、6ローがあるのかもしれないけど、3番のやろうとするプレイは、今の発言したいな、ちょっとなんか。うまい人の村でやるべきだよ。そうやろね、これ3ロール落ちてて、3級ロール。3番の芯を覆ってくれるような村でやるプレイなんだよ。ああ、でも、わざわざあれやんね。1クローって出すよな。普通ぐらいのレベルの時にやる、ね、やるプレイじゃねえんだよ。3番さん。3と4で比較したときって、みんな目線3ロー、硬いなっていう感じやったやろ。強人5番さん、強でわざわざ白かぶしてくるから。出方がもうぶっきらぼすぎて芯取れないんだよ。まだ9番の発言は素晴らしかったとか言ってた方が、まだ芯の要素はあった。この1白の意味がな。ああ。ああ、どう思います皆さん。ほんまに。3の4も走りたかったわ。3級ロールじゃないもん。2番のプレイヤーが発言します。いや、かぶせてきたって言っても同時に占い結果出してるから、5番が強人であっても
8番の霊能が1の黒を補足しての1投票だった場合に、5番は1白出すよね、強人でも。ただ4番さんが1白なのかと思っている。7番さん、多分4号入れたでしょ。4号入れたでしょ。と思ってるんですよね。仮に3番で黒落ちた場合に、8神じゃなくて、多分狼は4神入れてくると思うんだよ。2切ると1として。で、昨日6番さんのやっぱ2周目の試行開示が、なんか、耳障りよく聞こえてしまうのは、6番さんって考えながら発言してんだよね。狼だった場合に、考えながら発言することって、黒塗り位置を探す行動なんだけれども、6番さんの思考開示は5番さんの発言に対して理解を示す意思表示だと思ってるから、で、4番さんがこれ1に白なんでしょ、4番さんが死んだと思ってるんだけど、現状。いや、4番さんに刺さった場合に8霊能でしょって、あ、まあいや、これあんまり審議者に入れない方がいいか。だから9番さんが、俺が狼を追うんだったら、俺の狼要素の提示をしてもらいたいかなと思っている。それをしてくれないと俺自身がアンサーができないし、8番さんの色結果がもう落ちない以上、グレーは話し合いでしかもう追順を決められないと思っているから、情報更新されるかもしれませんので、4番さん5番さんの話はしっかり聞きますと思ってるかな。占い理由からね、しっかり述べてください。お願いします。4番のプレイヤーが発言します。理由って1は濁しすぎたからね、どこを人狼軸として置いてるのか全然理解できなかったし、うん、8は多分ね、票を入れたくなかったから多分1に投票したんだと思うよ。俺は8番さんが、1に占って、8番さんが1を占いっていう意思表示に俺は思えた。うん、単純にね。9番、俺生き残った9番占うわ。これでマジ村すっきりすると思う。俺9白ができたら9隠し白で、6が人狼っていうのができるでしょ。これもスッキリすると思うけどな。村水さん分からん？で、9番さん、5番さん投票してるでしょ、初週。で、3番さんの偽要素ね。3番さんの偽要素を上げるなら、生き残り、自分が3番さん死んだと言い張るなら、絶対5番さん投票するべき。俺じゃなくてね。だってさ、この段階で俺に投票、集まると思って俺に投票してんのかな。おかしくね、普通に。自分が死んだと言い張るなら、絶対、自分が死んだったらずらって釣られちゃいけないから、投票集まるところに何としても投票するべき。うん、3番強人もあるかもしれんけど、あれでね、パッションがないよね、そもそも。パッション。これ、占いってパッションやからさ、パッションとはやっぱり、占いの能力やからさ、マジで。初週で2白分かってます。1白分かりました。7騎士出てます。8がね、まあ、あれっていうのは分かってたけど、うん、だからこそ潜伏してほしかったんだよな、マジで。いやー、5釣ってください。はい。5釣ってくださいね、5。9か6か。9が初日で5にライン来た。まあ3俺、まあ普通に釣れたから、まあ普通に良かったと思うけどね。もう1売り中ならちょっと嬉しいかな。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番です。カングレの6行くって選択肢はないんですかね。3番さんで前回僕視点落ちてるんで、村視点わかんないのか、まあそれがダメなんですけど、ダメですかね。3番だいぶ偽だったと思うんですけどね。って思いました。うん。まあ、ただ6の発言臭くないから、2番か6に入って飛ばしてきたところを見ると、ニクロなんかなって思いますけどね。うん。どうなんでしょうね。普通に6落としてでいいかなって思ってた自分がいるんですけど、4番って人狼だと思いますか？僕3番が人狼だと思うんですよ。うん。そこはあんま曲がんなくて、4番の発言からも。だって8番、お前、霊能だろっていうふうに言ってて、潜伏しろよって言ってんのは、いや、巨人やんって思いましたけど。どうなんですかね。で、俺、91の白見えてるんですよ。1日目の投票見てもらったらわかるんですけど、91から入れられてるんですよ。やべえって思ってますよ。うん。やばいけど、村視点、俺が黒く見えてるんだなっては思いましたね。俺3、4のロウロウを追ってないんですよ。8神の時点で。8神だからね。だから6落としってめっちゃ良くないかって思ったんですけどね。誰かな？新規目打てない。そっか、新規目打てないか。そうだよね。村視点俺が黒く思われてるのに、だって4号の叩き合いになったら俺負けるわ。あ、ごめんなさい。やめときます。占い行ってください。ごめんなさい。6番
のプレイヤーが発言します。ね、めっちゃ5番強人に見えるんやけど。なんで私なん？5番って私のこといいって評価してなかった。なおかつ、2番は多分6番に関して村要素を拾ってる人間やと思うよ。今日の発言聞いても。私は2番から叩かれた、ヘイトを向けられた意識は全くないんやけど、5番そこもおかしいなって思ってるけどね。いや、3番が、もしね、強人やったら、多分強人ってさ、色結果、ま、鉄板で普通8番守れるから、3番強人の時って、白結果が落ちるから、3番がやらないことって、めちゃめちゃ新芽を取る遺言を残すことが、3番の強人のやる仕事やと思ってるんよ。でも、昨日の3番の遺言聞いてて、なんかその精査がないっていうか、3番諦めた狼、黒結果が出てしまうことが、なんか分かった狼なんかなと思ったんやけどな。ただね、4番に言ったけど、4番が3番さんろうと思うんやったら、どう考えても私相方じゃなくて、旧相方に見えると思うんやけどな。9、1が5に投票してるんよ。で、9番っていうのは初週から、3番が残しといて、4番以外って言ったんかな？あ、それ、8番さんだったかな？まあ、とにかく9番って5番に入れてるわけやから、もし4番が3番ロジックで考えるんだったら、今ここで、色見ればわかるじゃなくて、考察から普通は96だったら9番の方が濃いっていう考察になるんじゃないかなと思ってるから、まあもう、どうせ釣り切りますよ。あとはもうグレーの単体精査すればいいかなと思っておる。5番強人かな、もしに。7番のプレイヤーが発言します。ごめんな、8番さん。もう3番の色なんかいらんかなと思って、8番さん守らんかった。もしね、違うとこ守ってさ、違ってさ、もう3番が、もう8番さん。いや、いいんじゃない？守れよって言ったから、うん、いいんじゃない逆に絶対噛んでこないやろうなと思ってたからさ、八幡さんに、うん。申し訳ない。だって3番が死んでもしゃあないよ。なんってなったけど、あのプレーでは俺は5番さん言ってる意味ってめっちゃ理解できんで、グレー詰めから。うん、1、9、白見えて見えてるからな。いいな3番さん、5番さん言ってて、4番さんと5番さんを今日で見てんやろ。今日で見てんねえと、釣り1が良くない。グレーから詰めてる人が良くないって思うんだけど。あなた目線2と1が知らないやろ。じゃあ6球のランで終わるんじゃん、4番さん。もちろんもらいますって、何の意味もないプレーだ。まあ3号の、こんなプレーはいらないよ。今日かどうか。俺は9白持ってる、売らないしだって思いを伝える方が、だって俺数千倍価値があるんだよ。はい、スーパー占い師のヒロちゃんだったら必ずやるよ。まあ、3でロー落ちてたとして、まあ、俺が占い師だっていう思いを一瞬に伝えるんだよ。見えない思いよ。8番噛んだところで3番さんの白が出て、あれやから3番さんのローは確定してると俺は思ってる。ただローではないんだよ。思ってる時点で4号もらいたかった強人、まだは死んだんだよ。これって。ただ3番自身がやったプレーは、7番には伝わらなかった。俺はグレーで人外に利用された。うん、人外投票も入った。この場面で4、2か。だから3番自身が悪い。4番さんは、5、うん、3、9って見てたんです。わかりやすくプレイするんだよ。3番さんが6番さんに、6番さんわかりますかって、問いかけててんな、1日目。だから3、6はほぼほぼないんちゃうかなと俺は思っちゃってる。うん、だから9、1、2のランでいいんじゃん。以上。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。はい、遺言ですね。僕4投票に変えました。ですね、ダメです。グレー行くじゃないですか。4との叩き合いでこれ負けるなって思ったんですよ。だから4に行きました。はい。だって91がさ、初日に俺入れてんだよ。白のさ、91がだよ。やばいやん。負けるやんと思って。はい。入れましたけどね。6番さんですね。6番さん、はくもりしてますよ。2番さんって6番さんのことぶったたいてますよ。ちなみに言うと。2番さんっていうのは、6番さんの話、耳障りよく聞こえるかもしれませんけど、あれは考えて話してるからなんですね。っていうふうに言ってました。はい。だから2番さんは6番さんのことぶったたいてますよ、ちなみに言うとね。だからさ、いやまあ、
俺が芯取れればよかったね。芯をバチバチに、1日目から取れてれば6詰めれてっていう進行が取れたんだと思うんだけど、今日に関してはみたいに俺ね、には釣れないでしょ、だって。ね、17が9いってるよ。やめてくれよ。9白なんだよ。やめてくれよ。だからさ、まあ、いや、うん。多分2黒で4強、うん、かなーって思ってますけどね。うん。あ、どうでしょう、6黒とかあんのかな。6、3、あんま見えないですけどね。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。まあやっぱ打ってきたなって思ってて、あの村試験でね、3番、9番、狼追ってるようだけど、まずそこがおかしくて、あの5番が9番囲ってるのにもかかわらず、3番って露出してこないでしょ。まずおかしいんだよね。追うなら3、6なんで、ぶっちゃけ言うと3番、6番がグレーにいるから3番オオカミが露出してグレラに持ってきよりか占い3、4にして釣りに行く方がいいんだけど、3番、9番の時はなおさら3番出てこないか、俺のムーブを透かすやつは絶対3番強人、5番オオカミの時でも3番で霊の使用した方が強いから、わざわざ釣られに来る強人っていないから、釣り地に来て新芽も取らずに結局3番で釣られに行ってるでしょ。3番が狼の時は、3番が狼の時は2番は相方ないと思ってて、あの4番に白打ちだからね。だから2番が狼の時は4番とセットだと思ってます。はい。で、4番が狂人か狼かっていうのがわかんないんだけど、4強2黒3黒はないと思うから、4番が、あのね、1番が昨日俺に入れたのが結構謎なんだよね。あの、虚しいんでね、グレー釣れるときって霊能の色が見れないって意味ないんだよね。7番さんがグレラン持っていこうとしてたけど、8番の色が見れないと、9番が狼かどうか分かんないのにグレランしても意味ないから。だから進行自体が間違ってんだよね。5番さん死んだったら申し訳ないけど、本当に。まあ、今日4番処刑して、明日議論深めます。以上、はい。1番のプレイヤーが発言します。うん、いや、普通に、7番さんがそういう発言しなくても、俺は3、9かな、と思って、9に入れましたけどね。はい。どうします？安定釣りというところでは、4番さん行くっていう流れもありますけども、その9番さん目線のその4、2っていうその線は、まあ、4番さんがローやったら僕も一緒かなと思うんですが、ぶっちゃけちょっと9で終わるんかなっていう目線を持っている1番さんがいます。はい、正直もう6は結構村はじきじゃないんですけど繋がらんのかなって思いましたけど、その9番さん目線の3、6、3がローやったら9じゃなくて6じゃないっていう目線が俺には分からませんでした。はい、って感じです。はい、ちょっと9いくか4いくか悩みます。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。このシーンはもう完全にないでしょう。発言捏造っていうかめちゃくちゃだよ。俺6番さんに拾った要素っていうのが、6番さんが5番さんに対して発言しながら気づいたっていう思考が人間っぽいって言ってんだよね。村評価してんすよ。6番さんが狼で5の偽つけてる場合だったら5の上げ足取って5詰めればいいだけの話じゃない。あ、ごめん、5のシーン気づいてるんだったらね、6番狼が。ただ6番って5番さんの思考について話しながら2番について、あ、5番はそういう風に取ったのかって自分が喋りながら気づいたって言ってんだよ。っていうのがすごい人間っぽく聞こえてましたね。っていうことを言ってんのに、5番さんは2番さんは6番さんにヘイトを向けてると。いや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 、あなたもう芯はないわって思った。で、今日はあの、4番さん行かせてもらうんだけど、俺4は芯だと思ってんのね。で、9番さん黒だと思ってるんだけど、
これは9番さんの最終的な、やっぱりスケール提示を聞かないと、それはフェアじゃないと思ってるから。9番さんがどこを狼に、ラストウルフに見てるのか。そしてその人の単体の要素を挙げてもらいたいと思ってる。機能視点では2の黒もあるんじゃないかってだけ9番さん落としたけど、もし自分を狼と思うんであれば、2番の狼要素をしっかり挙げてもらいたいと思ってる。ってないと俺もアンサーができん。って思ってます。だって3番さんって釣られた後にスケール残さなかったでしょ。それが一番違和感あるんで、三振視点だった場合って、4と5って全部もう偽の占いなわけさ。それを信用させないように3自身がスケールやっぱり上げないといけなかったと思ってるかな。と思ってます。4番さん遺言までスケールしっかりお願いします。4番のプレイヤーが発言します。あって9番さん黒でした。で9番さんにせよってやっぱりなって言ったでしょ。黒打たれるの覚悟してると発言でしょ。どう考えても、で村目線言っとくよ。俺新決め打ちしなくていいよ。俺今日俺釣りです。はい、必ず俺を釣って、で明日絶対神なし選択起きるから。で9がどこに、黒塗りしようかなっていうのめちゃくちゃ悩むはずだから、絶対神なし起きるはずだから。9黒で噛むとこないから、黒塗りするとこがなくてね。村目線は絶対俺が人狼もあるから、村目線は、ね、絶対は村は、村のために言うよ。必ず俺を釣って9番さん釣ってください。俺が死んだから言うよ。うん、絶対ケアするために、俺は9に入れるけど、絶対に入れてほしい。俺にね、うん。俺は9の人狼知ってるが、9さんじゃないかな、普通に。9さんで、どこが強靭で分かったから、普通に5に、ライン切ったんじゃないかな、普通に。で、俺最初から言ってたやん。3が、出るムーブをキュッと取ってたって。多分3釣られると思ったから、普通に9に普通に囲ったんじゃないかな。うん、9だって白、2人からもらってたらさ、結構白位置になっちゃうでしょ。で、俺が白出たらさ、9噛まれる可能性もあったけど、9黒だったからさ、もう盤面すっきりしたわ、ある意味。うん。今日村人目線は絶対俺って、で、それで明日精査してほしい。それで、黒いとこ本当にいるんだ、村目線で考えて、9番さん釣ってもらいたいかな。うん。9番さんはしっかり人狼位置行ってくださいね。はい。4、5が死んだのかなとか言って、あたふたしすぎですよ。はい。9番さんは、人外を塗るとこがなくて困ってます。はい。明日絶対噛み直して起きるんで、9番さん噛むとこなくてね。はい。もう噛んだとしても多分6じゃないかな、わからんけど。はい。9つってくださいね、明日。6番のプレイヤーが発言します。なんか4番のその、もうごめんやけど、1周目からずっと4番が偽臭くてたまらんのよ、発言でね。8番の例のあの、なんかあれとかで、今日の上市のなんか相方に指示を出してるような発言とか、なんで2番さんってそんなに4番さんの芯が盲信できる。いや、めっちゃ偽臭くない？4番の話し方とか。これもう1周目から私も感じ取るこれなんやけど、4番が芯やったらめっちゃ私って不快かもしれんけど、フィーリングで4番のさ、8番、いや、出てこなくてよかったのにって、いや、あんたが透かしたやんって思うし、で、今日のさ、上市うんたらかんたらをダラ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 喋って、いや、4番シーンやったら9釣ってください、9釣ってくれたら終わりますで、いいんじゃないの？で、なんで2番が4番を死んでみるんかがわからんのよな。で、昨日の投票は、9番が言うように、霊能が噛まれとんやから、グレー詰めしたって4号の精査つかんのんよ。だから1番さんがなんで昨日9番いけたんかっていうのは、消去法的だったんかな。26に怪しくなくって、唯一怪しいのは9番だったっていうことなんかな。私、3の芯は切れてると思ってるんよ。3の芯は切れてると思ってる。でも昨日の5番は2番の発言にねじ曲げ取ったし、今日の4番って、もう1日目から4番が臭すぎるんや、発言が。めっちゃ悩みます。もし4番が死んだら変えないといけないんだよ。6番が言ってるのが普通でね、9釣ってくださいよ言わない死なんかないだろって思われるって普通に考えて。9を釣ってくださいでいいんだよ。なら4番、1番っていうのがこう見えるし、なんで噛まれてないんだろうって。追放されるプレイヤーは4番はいろんなプレイスタイルを変えなきゃいけない。死んだったら。遺言を発表してください。逆に6番が残るんでしょ？ 9 番があれだったら6番残る。1番さんはね、うん、まあ、俺のことをめちゃくちゃ死に取ってくれるのはありがたいけど、それで黒塗りされたら、9
9-1 の乱とかになったら困るからね。困るからね。絶対、9番さんつってね。はい。で、6番さんに問いかけたいけど、怪しいんだったら俺投票しろよ、初日。初日とか2日目とか3日目。ずーっと濁らしてるやん。怪しいんだよね、怪しいんだよねって。いやいや。じゃあ、あなた目線ね。じゃあ、俺が偽だとしましょう。俺が偽だとしたらね。俺が1白打ってます。2白打ってます。9黒打ってます。6番さん。あなたはどこが人狼だと思ってるんですか ?9 がじゃあ白だと思ってます。じゃあ、1と2、どっちかに人狼いると思ってるんですか ?6 番さん。濁らせすぎですよ。普通に考えてください。俺が死んで、9が黒出ただけです。はい。で、9と、9が普通に5にライン切り。ライン切りっていうかね、普通に白結構落ちるの分かってて、多分強靭でね、5が。打ったんじゃないですか。はい。お願いしますね。はい。明日9番さん釣りお願いします。夜が更けました。人狼に気をつけてください。とりあえず3、4、5ともに芯がない。芯はいるんだけどね。夜が明けました。まあ、村が悩めばいいんじゃない。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。ね、9番のプレイヤーが発言します。4番がね、結構狼だと思ってる理由があって、4番が強靭の時って8番をあそこまで霊能って確信できるところまであるのかなと思うと、4番視点で8番の白助と同時に8番の霊能を、分かってたんじゃないのかなっていうのが一つと、上市考察で昨日の発言で6番を噛むんじゃないかなっていう考察入れてたけど、その段階でね、4番は自分のことを、自分が人狼があるかもしれないから村は4番をするんじゃないかっていう議論言ってたんだけど、4番は村視点強靭もあるのに、4番って自分が人狼か死ん占いかの議論しか言ってないから、4番が昨日の段階で人狼であることを明かしたんじゃないかなっていうふうに俺思ってるんだよね。ってなった時に、1番さんってずっと俺に固執してるんだけど、ね、1番が狼の時って4番って8番を霊能だと思ってたから、グレナになると7番と1番になるんだよね。だから4番、1番があんまり成立してないと思ってて、4番がなぜ白打ったかっていうと、1番狩人を避けたかったから1番黒打てなかったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。1番と2番が9番を黒ロックしてる状況で、6番が2番に殴り入れる必要があまりないと思ってるし、6番視点で4番のうさんくささをずっと訴える必要がないと思ってるから、6番は白だと思ってます。で、結構難しいんですよね、1番と2番が。めちゃくちゃ難しい。まぁ、ちょっと発言聞くけど、1番が人狼で負けるときはめちゃくちゃ腹が立つ。ずっと入れられてるから。1番。のプレイヤーが発言します。腹が立つ言われてもさ。あ、何、じゃあ9番さん目線で3番さんが真やったってこと？なんか全部のそのなんていう考えをこう視点をやっていこうっていう姿勢は素晴らしいと思いますけども。ないやろ。視線を向く必要がないと思ってる。どうでしょうね。俺やっぱり3級かなと思うんですけどね。昨日の9番さんの3がローやったら6っていう目線がわからない。俺には、正直。まあ、もうちょっと2番さんと6番さん話聞きますけど、多分ほぼほぼ俺は9寄りです。はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。9番さん途中まで良かったんだけど、グレランになった場合1の HP が低いから4狼の相方1が薄いってなった場合だったらやっぱり426が弾くんだったら42になって俺の狼要素を上げるべきかなって思ったんだけど。いや6番さんこれ345のどっかには芯いるから、そこの芯の可能性を追ってった方が多分この盤面いいよ。もう8の霊能が抜かれてしまってるから、だから俺そういう思考で裏の芯をつけてる。3の芯はないと思っていて、5も 2番と6番の関係性について捏造を入れてる人物だから、この芯も2で俺は切ってるから、やっぱり相対的に4番さんが芯に見えてるかな。
でしょ ?3 が偽だと思って釣ってるわけでしょ。で、5もやっぱり偽だと思ってる精査をしているから、4番が死んで9番が黒じゃないかなっていう風に立ってる。これは8番の霊能が抜かれているからこそ。いや、1番さんが、そう、9番さん投票し続けるのも、再精査しないといけないけれども、仮に4-1とかだった場合に、4-1でずっと9に投票し続ける黒ロックって、ちょっとあからさますぎない。それだったら、安定進行で2番が9怪しんでるわけだから、そこに便乗して、そっと4番相方に投票しつつ、俺に便乗して9詰めっていう組み立て方をしてもよくない、今日、4日目に。とは思ってるかな。いや、9番さん村だったら、これは申し訳ないんだけど、そういう思考に至って9番さんに今傾いているかなり。6番さんを疑ってないので、悩むとしたら1番さんかなくらいの。6番のプレイヤーが発言します。あのね、9番自身からは、特段、そんなに考察でおかしいっていうところがないよ。おかしいっていうところがない。で、2番からもおかしいっていうところがないよ。正直ね。2番が私に取った村要素の取り方って、綺麗やなと思って、思いよったし、ああ、そういうところをちゃんと村館長として拾ってくれる人なんやなと思ったし、まあ、それを5番が熱動しとったわけよ。だから5番狂人で、私を冷たいって言ってるから、5番狂人、多分村から一番白いとされている私だったら、狼が絶対ないだろうっていうことで、私質問したい5番狂人なんかなと思ったんよね。確かにね、確かに3のシーンは切れるんよ、あの遺言は。あの遺言は確かにないんよ。だから3の芯を切った場合っていうのは4号のどっちかに芯がおるから1番も弾けるんよ。盤面的にね。で、そうなると4号のどっちが芯かっていう時なんよ。5番が2番のことを熱動して私に2番へのなんか疑いの目を向けたかった印象操作しているご狂人なのか、まあ、もう私を釣ってなんとかなしたいご狂人だったのか、いや、わからん。まあ、4番に関してはね、雰囲気です。雰囲気でもう偽臭いっていう雰囲気ね。もうこれも1周目から言っとるけど。4号どっちが真、急に特段めちゃめちゃ黒いって感じじゃないのよ。ただ2が4を申し込んだけがわからんだけ。まあ。いいんじゃない。それぞれ3,4,5にミスがあったんだから、とりあえず役すかすやつは釣るってことになるかどうか。9釣って終わらなかったら役すかすやつをもう必ず釣った方がいいのかっていうゲームになる。投票が終了しました。9で終わらなかった場合にはもう100%釣る。追放されるプレイヤーは9番役すかすやつを今後絶対に釣る。いや、やっぱ2番だよね。狼2番ですか？え、6なん？ほんまに？ 6？ え、6狼なん？ 6、5、6。あ、それは無理だわ。知らんけど。わかんない。うわぁ、これは無理だわ。ミスったなぁ。9番、役を透かすやつは釣る。え、相方どこだったの？ 6 番さん。4か5。5、5だよ。うん。役を透かすやつは釣る。こういうことが決まったゲームな。あ、やっぱ初日5番落とすべきだったか。5番だよ。絶対初日は5番。やっぱ初日3番死んのしてたね。なのに、6番が5番後の釣りを回避したところが怪しいとみんな思わないんだろうかね。3番ね、2周目で潜伏して出てきたんだけど、釣る必要あんまないと思ったんだけどな。3番は釣る必要がないっていう。いや、まあ、ちょっとこれ無理だね。ごめんごめん。6番が5釣りを回避したっていう、5番が芯がないじゃん、1番。で、4番みたいに役つかそうとした人はもう釣る。うん、もうこれが分かったゲームなんだから。ただし3番自身が7番に芯切られたってことをちゃんと反省しなきゃダメだっていうゲームね。6番ってのは5釣りを回避したっていう、夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。
だって6の釣り押し方おかしいやろ。4にフォーカスで最後俺に持ってくるっていうのが絶対おかしいじゃん、あれ。うん。